スだと5インチですけど、こちらは、まずデッドスローでもしっかり泳ぐっていうところと、あとデッドスローでもしっかりボディをこう動かしてくれる、応用させてくれるっていうところにこだわった、若干パッドではあるんだけどくびれを持たせることによってデッドスローでも泳ぐ仕様になっています。はい、であとはあのバーサのバーサシャットもピンテールも共通なんですけど、このスリットが2段構えになっていて、オープンウォーターではこの上にこういう針先が出ている形でいいんですけど、例えばちょっとこうビードが絡むようなところだと、この壁になっている部分にこう刺すことによって、まあ、ビードレスな仕様にすることもできるのは3インチと同様になってます。